んこんにちは。毎週金曜日、リーダーこそ神社へ行こう、最強の運を味方につけるというテーマで、目に見えない運や神様が味方をしたくなるような神社との関わり方や、知っていると理解が深まる神社の見方、歩き方をお伝えしています。これまでの配信では、初回港区愛宕神社の出世の石段の言われやシークエンスの妙、また男坂女坂についてお話ししました。第2弾、明治神宮では、広大な鎮守の森は人の手で作られたこと、清正の井戸はなぜパワースポットと言われているのかなどをお伝えし、富士塚の紹介などもしてきました。また次回からは少し趣向を変えて、あのリーダーを支えた神社シリーズと題して、偉大な経営者やリーダーたちがどんな風に神社や信仰と関わり、何を求めていたのか、その神社を頼った理由は何かといったことを掘り下げ、シェアしていこうと考えています。ぜひご覧ください。